まあ、ギターって、まあ、いろんなメーカーがあっていろんなギターがあるんですけど、まずどういうのかな、ギター自分にとっていいギターっていうのは弾きやすいっていうことがまず一番大事で、でその上で、まあ、音が良ければなおいいと思うんですね。でそれは何もこの左手にだけじゃなくて、左手、まあ手の大きさとか人それぞれなんで、その僕にとって弾きやすいギターが必ずしもね、みんなに弾きやすいかどうかわからないですけど、まあ自分の手のに合ったネック形で、あとは右手の弾き心地、テンションと言われている、まあ、ギターの弦の張りっていうのも大事やと思うんですね。でそういうのが全て自分にとっていいというか気持ちよく弾けるっていうのが一番自分にとっては完璧なギターというかいいギターだと思う。それから値段とか価格とかね、そういうのはまあ置いといて、まずはとりあえずは自分でいろんな楽器を弾いてみてこう感じるっていうたらいいかな、自分で、あ、これはものすごい弾きやすいっていうのが選ぶのが大事やと思うし、僕は今使っているのは、まあ、ウォーターロードがメインですけども、それはまあやっぱり左手右手が一番僕にまあしっくり合ってたんですよね、はい。まあ、増田さんとちょっと僕時期的なものがずれるかわからないですけど、多分2000年ぐらいと思うんね。で、まあ、増田さんとはそれ以前よりは知ってたんですけど、増田さんがコンサートを企画してくれたんですよ。でそこに、まあ、アマチュアのギタリストも含めて5人ぐらい出たんですけど、そのうちの1人が、まあ、増田さんが作ったギターを弾いてたんですよね。で僕自身その時にちょうどギターを探してたんです。それまではちょっと大きいローデンっていうギターを弾いてて、だからそれは結構大きくてこう肩に負担がかかってたんですよ。で大きかったんでこう肩に負担がかかってたんですよ。でそういうのもあって、小さいちょっと小ぶりなギターをっていうか、それよりはね、ギターを探してたんですね。その時にちょうどこう増田さんのそのコンサート企画してくれて、でその出てた人が増田さんのギターを弾いてて、でちょっと楽屋で弾かしてもらったんですね。でまあなんかこうこれはなんかこう使えそうな感じっていうかねがしたので、その時にもうちょっとこうギターを作ってもらおうと思ってお願いしたんですね。それがきっかけですね。ウォーターロードの特別なところはインデにもあると思うんですね。このヘッドのところにこのいろんなインデがある。僕のはもうまあシンプルなインデなんですけど、そのオーダーする人によったらこう例えば自分の娘の顔というかそういうのをインデにしたりとかしてる人もいてたりとか、まあ自分の好きなのをこうインデにしたりとかもして作ってもらえるっていうのも一つの、まあ、ウォーターロードの一つの魅力やと思うんですけど、だから僕にとってのウォーターロードはなんかこの右手の感覚が良かったんですよね。やっぱりこの左手はもちろんこうネックの幅とかその形とかそういうので弾きやすかったりそういうのをするんですけど、これはまあ多少できるわけですよね。変えれることができる。例えばオーダーするときにネックの幅45ミリとかそういうの指定できたりとかできる。でもこっち側の右手の感覚というのはね、なかなかこうできないというかね、そのテンションというのは、だからこう僕にとってこのウォーターロードはこうちょうどこの右手の弾き心地っていうのかな、がなんか自分に合ってたんですよね。それが僕にとってはもう一番かな。だからそれが弾きやすさにものすごいつながってる、コントロールしやすいというのがいいかな。一つは多分増田さんも昔ギターを弾いてたりとか、まあ今でも弾いてあるかわからないけども、それもあったと思うんですよね。自分もギターを弾いてた、そんで好きやったっていう、そういうのがあるから、どういったかな、弾き手のことがちょっとわかる、そのギターの音楽をね、やっぱりこう
やっぱギター作りする人はやっぱりその自分のどんなギターが作りたいかいうのがあるじゃないですか。だからそれが多分まあ増田さんこの僕らのこういうギター中国ではフィンガースタイルって言われてるけど、そういう指で弾くスタイルがまあ好きやったんですよね、マサさん。だそういう面で、あの僕らがの音楽に合ったギターの設計というかいいかな、そういうのをが してると思うんですね。やっぱり歌の伴奏のギターとそのフィンガースタイル、指で弾くギターはやっぱり違うんですよ、ね。あの僕らの指で弾くのはやっぱり弦の音がそれぞれこうクリアにあの聞こえた方がいいわけですね、各それぞれの弦。ところが歌い手の人がこうそういうのでそういうギターでコードストロークするとあんまり気持ちよくないというか、いい音でじゃないというか ギターがね、サウンドがね、そうじゃなくてこう歌の伴奏やったらものすごいコードの和音としてこう綺麗なジャーンとやった時に弾いた時にこう綺麗なこのまとまったこの音の方がその歌には合う、その方向性がね。だから長ギターもあの同じで、それから長ギターのまあそのメーカーのオーナーというか、まあ違う上もうギタリストやから、そういった面ではそのフィンガースタイル、自分がやってるフィンガースタイルのに合うギターって言ったらいいかな、そういうのを作るっていうのがやっぱりあるんじゃないですかね、あるっていうか。だからやっぱり他のギターと他のいろんなギターのメーカーと比べると、そういうフィンガースタイルに合ったギター作りしてるメーカーやと思うね、長ギターっていう形、その音っていうのもそのこういうコードストロークとかあのそういう弾き語りとかに使うようなギターじゃなくて、あくまでもやっぱフィンガースタイルを中心としたギター作りって言ったらいいかな、をしてるメーカーだと思うね、長ギター。で、今度の長ギターのその僕の新しいシリーズ、フワシリーズっていうのは、あのよりその増田さんがこのブレーシングとかそういったのを設計し、ブリッジとかね、形を設計し直したというかしてるから、よりこう各それぞれの弦があのクリアになって、それから僕らのこういうフィンガースタイルのギターにはまたさらにあの合ったギターやと思います。これをまあ加えてもらいたいかな、はい。